モスクワ聖アンデレ聖公会協会モスクワ聖アンデレ聖公会協会はロシアのモスクワ市にある聖公会協会で教会の建物は1885年に完成した以下はウィキペディア英語版と下記の公式サイトからのサマリーであるモスクワ聖アンデレ聖公会協会はロシアのモスクワ市にある聖公会協会でクレムリンから北へ行くハンカナトゥベルスカヤ通りから ボズネセンスキー工事へ少し入ったところにある。住所はボズネセンスキー工事8。地下鉄ではオホートヌイアート駅下車。現在の教会建物は1885年に、牧師館は1894年に作られている。ロシアにおける英国国教会聖公会の活動は450年の歴史がある。礼拝は、 新規投書ブックオブコモンワーシップを使って英語で行われている。ありがとうございます。